が最新設備を導入した九州大学生が最新設備を導入した九州大学生が九州大学生のために紹介されたために紹介するために制作された番組です。サンバラ。とりあえず番組説明。某探偵番組と某トーク番組と黒バラをオマージュして作りました。今回参ります場所は糸キャンパスのてなわけで糸キャンパスだ。ここが食堂。なかなか流行ってんな。誰かいないかな。他にも誰か。サンバラ、喋って。ねえ、あでもまあこれぐらいのサンバだったら大したことないで。この前コールドックスに久しぶりに行ったんだけど、あそこは結構滑って寒いなって。コールドックスいますと。こういうの洞窟って言って、周りがちょっと貼って、床が全部こういうの洞窟な地面があるんだけど、日本で。いや、あそこは、シベリアだったな。シベリアですか。はー、シベリアのね、奥の方になんか、雪の中にいますか。結構みんな知らないんですけど。ちなみにこのお二人、サトシさんと遠藤さんです。いまいち盛り上がりに欠けるな。そうか、シベリアとか行かない。シベリア行きませんね。もう一人連れてこよう。あ、趣味とか。どうも、遅れまして。連れてきたぞ。あ、はじめまして。はじめまして。私は星のカービィというカービィ。サンバラ。また中途半端に時間切れです。